こんにちは。今回は今から自分からっていうことでお話をしたいと思います。ちょっと最近こんな経験がありましてね、ある女性なんですけども、すごくこう遠慮っぽいっていうかな、こうはっきりものを言わないし、こう聞いても遠慮がちに言う。で、なんか発言しても、ちょっと誰かが何か言うと、ああ、いいです、ちょっと勘違いしてましたとか、ああ、取り下げますとかいうことで、何か言うと、なんちゃってっていうふうに冗談で、こう、ごまかしたりする人が、いましてね、なんとなく私、感じて、こんなこと言ったんですね。ひょっとしたら、あなた、自分がこんなこと言うの似合わないと思ってないっていうと、はい、思ってます。ひょっとしたら、あの人はこういうことを言うのを似合っていくと、私は似合わないっていうふうに思ってないって思ってます。これはこう可愛い子が言ったら似合うけど、可愛くない自分には似合わないと思ってないって言ったら思ってます。似合う似合わないなんて全然関係ないし、それ主観だよって言いました。で、私もそれを言いながら本当にそうだなと思うんですね。実は子供ってそんなこと思ってないんですね。だからどんなこともですね、目キラキラさして、わーってやりたいやりたいやりたいってやってるんですね。あの素直な状態と、こう今の自分のこうコンプレックスっていう言葉はちょっときついんですけども、なんか自分なんかっていうふうな、こう言い知れぬ遠慮っていうの、それはすごい大きなこうマイナスというかな、損だと思うんです。ちょっと別の話題で言いますとね、いつも緑の服を着てる女性がいたとしますよね。で、初めはなんか奇抜な色だなと思ってても、それもう何遍も見てると、あ、その人が緑が似合うなと思うと思います。例えば国会議員の女性って、ほらピンクとか、なんかすごくのイエローとか派手な服着ますよね。だから国会の中ですごく目立ちます。でもその人はずっとそれを着ることによってですね、その人のシンボルカラーになるわけですね。で、仮にその人が違う服着たら、ええー、っていうふうに言いますよね。ピンクのどうしたのとか、赤いのどうしたのって言うと思います。だからね、実は似合う似合わないっていうのはですね、もう自分が本当にそれをずっとやり抜けば必ず似合うようになります。だからこう可愛い可愛くないっていうのも、これも実は主観なんですね。本当に自分が可愛いでしょうと思ってたらね、本当に実は可愛くなるんです。私なんて可愛くないわとかいうふうになってるとね、本当にその可愛くなくなるというと変ですけどね、映画スター見てくださいよ。みんな綺麗でしょう。いや、綺麗人が映画スターになる。いや、そうじゃないんですよ。アイドルなんてね、本当に周りがね、可愛い可愛い可愛いって言うと、あ、私可愛いのっていうふうに、その可愛いっていうことを自分が意識して、いろんな仕草がそのアイドルに似合ってくるんですね。周りが何と言おうとですね、私は素晴らしいんだ、私は可愛いんだ、私はやれるんだって思ったら必ずできると思います。だから本当に自分が自分を決めてることなんですね。だから自分が変われば、そして今から変われば、これからの人生が変わります。最後に私、自分のことを思うとですね、私は親から本当にそれを、なんとかそのように育てられました。お前はできる、お前はやれる、いや失敗した、うん大丈夫、お前はやれる、いや自分これできないと思う、いや大丈夫、お前はやれると言われ続けてですね、本当にその自分を信じることを根本のところから作り上げることができました。ですからあなたもですね、本当に今から自分から、自分はやれる、自分が似合う、自分は可愛い、自分は素晴らしい人だっていうことをぜひ信じてください。人生変わります。